今総理しかいません。本当によろしくお願いします。議長、日本はこれからエネルギー基本計画を基本的に見直し、新たな挑戦を開始いたします。今年5月、総理が国際的な舞台で宣言した新たな挑戦、自然エネルギーの割合を2020年代のできるだけ早い時期に少なくとも 20%、 それを超える水準になるよう大胆な技術革新に取り組みます。現在、水力発電を除く再生可能エネルギーの発電量は全体のわずか 1%。 その比率を大きく拡大させる起爆剤が再生可能エネルギー促進法案です。かつて電力といえば遠くの大きな発電所から送られてくるというのが当たり前でした。今では太陽光パネルなどによる自家発電も技術的には可能になりましたが、まだまだ設置コストも高く安定性もなく普及はしていません。そこでこの新しい法案は、自家発電分を電力会社が固定した価格で買い取ります。これなら安心して自家発電を行う家庭なども増え、太陽光パネルなどの量産や研究も進み、大幅にコストも下がり安定性も増すことが期待されます。そうなれば原子力発電などに頼る部分は現実的に減らしていける、まさに国民参加型のエネルギー改革の入り口となります。この法律、実はもう10年も前から私たち市民が非常に強く待ち望んでいた法律でした。心から成立を祈っております。再生可能エネルギーへの転換を求める市民集会エネシフナウ、著名人から国会議員までが参加するこの会合で、総理はもう化石しかないんだ、いやもう原子力しかないんだという選択ではなくて、じゃあどっちを選びますかということをですね、選択肢を作ることが専門家やあるいは政治家の仕事ではないか、まずは選択肢を育てるその一歩になるですね、この方だけが1980年、政治家菅直人が初当選した選挙の時の政策資料にはこんな記述が。原発には依然として危険がつきまとっています。自然界に存在する太陽、風力、地熱などの再生可能なエネルギーの開発を促進するべきです。そして今、総理がインターネット上で行っているオープン懇談会、ここでもエネルギー政策についてさまざまな有識者の方々と意見交換をしています。自然は、子孫から借りているものと、借りているものは壊したり汚したり傷つけちゃいけない、もう技術は出揃ってるわけですから、今はただやってないだけですね。やれば必ずできます。自然エネルギー法案をぜひ通してください。やめようがやめないが、とにかく言いたいことをどんどんやって、どんどん国民に訴えてください。この課題はもちろん総理という立場での責任でやらなければいけないことであると同時に、ある意味で生きている限りですね、しっかり取り組んでいきたいと思っています。今日はありがとうございました。